鎌倉七口の一つである名古屋霧同市を南側から望む2010年2月6日撮影マンダラ道跡への入り口から図紙寄りにある第二霧同市2014年2月26日撮影名古屋同士所在地地図名古屋霧同市は神奈川県鎌倉市南東部から図紙市に抜ける道である鎌倉七口の一つに数えられる国の史跡 現在は付近を JR 横須賀線と神奈川県道311号、鎌倉葉山線がトンネルで通過しており、一般に交通路としては利用されていない。名古屋霧道市は鎌倉と三浦半島を結ぶ用路の一つであり、戸塚塾から鎌倉を経て裏側へ続く裏賀道の一部でもあった。霧道市を含む名古市はより南側にある小坪寺と共に、 かつては、鎌倉から、三浦半島へ連絡する数少ない陸路であった。地域名ともなっている、名古市の名は、この道が春県で、南、古市と呼ばれたことに由来すると言われる。道として地名が登場するのは、東鏡の天覆元年8月18日の上に、名古屋坂とあるのが最初で、18日早、丹、武州、多め方平上島明神、出久の書、前浜有志人。 是非殺害者なり、不推進拝み、自家産後初級、即メシ表情集、ひへさか、先礼後家人等、武蔵王子、西浜、名古屋坂、大倉、横王子以下、片方方とろ、夕飯かしゃいな、か早急その内閣か,かよし、企業かの間、諸人本奏。しかも名古屋な、ある男洗いひたたれ袖、その雫地なり、 正解、岩手左衛門の情勢取り子の、総具参御書、水門の国、所藩の常務ところとん。ゼバク駅人なり、なおことか停止その後のよし、下地うんが、江ノ島明陣にも出ようとしたところ前浜に死体が、あった。御家人らに命じて、武蔵王子、西浜、名古屋坂、大倉、横王子など方々の道を固め探させたところ、名古屋市のあたりで、 ひたたれの袖の血を洗っている者がおり、これを捉えたところ、犯行が明らかになった。東ずがみすでにこの頃には主要な交通路であったことが伺え、後に七口に数えられる切りしの中でも、比較的早期に整備されたものと考えられる。江戸時代に表された、新編鎌倉市には、名古屋切り道しはみ浦らへ共同なり、この峠、鎌倉とみ浦との境なり、人権春に、 して道教。左右より、福浸るが2章あり、利属、大空、小空、という、峠より東を、久野国村と運、三浦の内なり、西花子屋、鎌倉の内なり、新編鎌倉市とある。久野谷村は、現在の図紙被災にあたる。現在、鎌倉川から、名古屋切り同に向かうには、神奈川県道311号鎌倉早山線が、 JR 横須賀線をまたぐ、名護市踏切脇から、線路に沿った旧道に入る。旧道は、鎌倉五名水の一つに一連骨水前を経て、線路の北側に渡る。線路北側に沿うように山の斜面を登ると、横須賀線の名護市トンネル入り口の上あたりから、山道に入る。山道に入る、わずかに手前には、高新島がある。鎌倉側から入って間もなく、 比較的きつい登りがあり、これを登り切ると、左右に、平場がある。左の平場への小道は、そのまま、大雪岩の上の尾根筋に続き、現在の丘陵上の住宅地、鎌倉図主ハイランド、衣張山方面に抜ける。新編鎌倉市の津にも、霧通しの途中から、大雪岩の南のお猿畑山、保守寺に至る道が記されており、 この分かれ道は、それなりの昔から存在していたことがわかる。第一代に霧道士館の道に面した矢倉。2014年2月26日撮影。また、左側の平場に隣接して、尾根を削り取って作られた崖面に、多数の矢倉が集積した、マンダラ堂矢倉群がある。矢倉の中には、名古屋霧道士の道に面して作られているものもあるが、それらは、普段は、 雑草や干木に遮られており目立たない。道はいくつかの小さな霧通しを経由しながら、図市、小坪の宿の採用部を巻くように進む。途中には、宿に降りる道もある。現在の図紙川出口は、霧通し道に連なる尾根上が、亀が丘団地として開発されている。図紙川出口、近く、図紙市の資料では、第一霧通しと呼ばれる霧通しは、 名古屋霧道市の道筋にある複数の霧道市の中でも最も大きく深い。これが新編鎌倉市に記された大空ではないかと言われているが、確証はない。また、新編鎌倉市には左右より福たる岩二所とあるが、実際には小規模な霧道市は数箇所あり、どれが小空に当たるかは定かではない。亀ヶ丘団地の北側に沿って歩くと急坂を経て、 霧道市下の名古屋水道を他を抜けてきた神奈川県道311号、鎌倉葉山線に出る。旧坂か、県道の少し手前には再び高新島があり、この道筋が名古屋路の逗子側からの上り口であったことがわかる。2004年の崩落防止工事中の第一、霧道市最強愛部。右手の道は、崩落防止工事による通行止めに伴い、新設された、迂回路。 2004年11月9日撮影。名古屋霧道士を北側から望む。2008年8月3日撮影。乗車心とほぼ同じ場所、同じ撮影方向名古屋霧道士は直接近代の道路として整備されず、境愛な山道として残されてきた上、霧道士道に隣接した平場や霧岸が目立つため、鎌倉七口の中でも特に中世の旧鎌倉の 防衛以降の一部としての切り通しの姿をよく保っていると言われてきた。しかし、2000年に第一、切り通し部分で通路を横断する形で行われたトレンチ調査の結果、現在の路面のおよそ60センチメートル下までに4度の道路補修跡が確認された。最下の60センチメートル下の路面上から18世紀後半以降の焼き物片が発見され、少なくとも 江戸時代半ば以降、現在より低い位置を通る道が、崖面からのが歴等で埋まりかさ上げされてきたことが判明した。また、第一霧通士の最も狭まった部分は、道幅が約90センチメートルしかなく、しかも崖面が斜めになっているために、人一人がやっと通れる程度で、霧通士の防衛的性格の現れであると評されることも多いが、 これも2004年度の崩落防止工事に伴う調査で、かつては270センチメートル以上あった道幅が、岩海の崩落で狭まった結果であることが確認されている。一方で2009年度には、現在の第一霧道より、図紙寄りにある、現在の霧道道より、約5メートル高い平場で15世紀以前のものと考えられる、細い掘り割り道の遺構が発見されており、こちらが、 中世の名古屋霧道士の本堂であった可能性も指摘されている。また、第一霧道士の原路面から約8メートル上の崖面に崩れかけた矢倉が発見されており、これも当初の路面がかなり高い位置を通っていた傍章とされる。鎌倉を囲む山の岩盤は柔らかく掘りやすいため、段階的に霧道士を深めて道の傾斜を緩めたり、一方で、 自然災害による崩落で、道が埋まってかさ上げされたりといったことがしばしばあった。可能性は大きく、名古屋霧道しも、実際には作られた、道書の姿からはだいぶ変化を遂げているものと、考えられる。国市跡、名古屋霧道しは、霧道し本堂だけでなく、隣接する、マンダラ道や群、北東に伸びるオ根筋の、お猿畑の大雪岩も、指定区域に含めている。 また大雪岩生丹から南の谷筋に沿って松葉が八つ放乱の際、日蓮が猿に導かれ逃れた霊石とされる保障寺がある。名古屋切通詞脇にあるマンダラドヤグラ群。比較的小規模なラが密集している。2014年3月7日撮影。マンダラドヤグラ群。ラの中の石塔は散乱していた部品を適当に積み直したものが多い。 2014年3月7日撮影。名古屋切通市東側の尾根城近くは崖面に多数の矢倉が3段、4段と重ねて掘られている。この近辺のみでその数は150以上確認されており、鎌倉周辺地域でも有数の大規模矢倉群となっている。マンダラ道という地名は文禄3年の県地町で初めて確認できるが、 当時すでに地名として残っていたのみで、どのような建物であったかは分かっていない。戦後、この矢倉郡のある土地は、北家金品社が、苗行寺の名で用を結び、アジサイ畑を育てていたが、死後閉鎖された。その後、逗子市が一帯の私有地を買い取り、名古屋切り同士から大雪岩までも含め、歴史公園として整備する計画を進めている。マンダラ道跡に関しては、 整備を進める過程で数度の発掘調査が行われている。調査の結果、矢倉の多くが掘られた掛け面は、尾根の頂近くを残して大きく、岩盤を削り込んで作られた人工的なもので、その過程で発生した残土で前面の斜面に盛り土を行い、平場を広げていることが確認された。矢倉近くでは、平場の岩盤に長方形の穴を掘り下げ、 遺体を仮装したと考えられる跡も複数確認されている。こうして、ダビに付された遺骨が矢倉に収められたのではと考えられている。出土遺物から推定すると、矢倉群は鎌倉時代後半から作られ始め、室町時代の中期まで使われたものと考えられる。平場からは多くの小石刀の部品が発見されており、この土地の元の持ち主により、倉の中に 多くの石塔が組み立てられているが、石塔の位置、組み合わせは本来とは異なっていると思われる。2006年度の発掘調査では、お根状の岩盤を、この地型に切り、中央に霧石を敷いた遺構が発見され、またその遺構近くに残首されたと考えられる。頭蓋骨1個が埋められた土壕も発見された。霧石式遺構は、石塔の基礎とも考えられ、 残守された行為の者の,の供養等であった可能性もある。近年は年に数回の特別一般公開が行われてきたが、2014年度中央目途に、ヤ倉軍の常時公開を目指した整備事業が進められている。保守寺墓地奥より大切側を望む。2013年1月30日撮影。鎌倉側から見て、 名古屋り同士の左側の尾根筋南面は高さ3から10メートルの人工的な切り立った崖が若干の平場を伴って約800メートルにわたって連なる地形となっている。この崖面は大雪岩と呼ばれ赤星直忠の調査、研究以来鎌倉城の外上ラインとして自然地形を鎌倉防衛のための城壁として強化するため、とりわけ 北条氏の支配する鎌倉幕府にとって潜在的な脅威であった木の笠城を拠点とする三浦一族に対する備えとして形作られたものと考えられてきた。しかし、これには否定的な見方も多く、2002年の発掘調査により、大雪岩の地形は建築、土木用に板状の石材を大量に切り出した結果であることが確認された。石切りが行われた時代は、 堆積した火山灰から1707年の富士山噴火以前であることは確認されており、特に鎌倉において建物の基礎、護岸、井戸枠などに多くの霧院市が使われた14から15世紀が中心ではないかと考えられる。一方、三浦氏は法治元年の法治合戦により滅ぼされたが、それまでは鎌倉幕府において北条氏に次ぐ重心であり、鎌倉内に 館があったことを考えても、三浦市に対するただし、尾根そのものを切り崩さず、主に南面のみを切り立たせていることから、副次的に防衛目的に沿う、地形維持に配慮して、石材を切り出していた可能性はある。大雪岩のある尾根筋は、鎌倉市と逗子市の境界となっている。大雪岩生端から、下は、保章寺の地域で、保章寺から尾根戸への上り口。 および発祥寺墓地奥にはいくつかの矢倉がある。新編鎌倉市には、道の北に岩屈小並みで6あり、この6老僧の意、樽岩屈なりと記され、クズにも6老僧岩屈とあるが、これらの矢倉を指すのかどうかは、はっきりしない。大雪岩東丹、通称、水道や真下には巨大な横穴。また、尾根を隔てて、鎌倉市大町側の子供自然触れ合いの森。 パノラマ、台南側崖面は、樹木とした場合で見えづらいが、万太郎道矢倉群同様、数段にわたり、多数の矢倉が掘られている。詳細は、星正寺を、山椒大雪山の南側にある日蓮州の寺院、三号をわさる畑山、名護市の松葉がやつに草案を構えた日蓮が、浄土教信者による焼き打ちにあった際、三匹の白煙に導かれ、 この寺の奥の院にある岩屈に避難したと伝えられる。奥の院前には日蓮の弟子である日露の病床がある。山の下、JR 横須賀線の線路に面して山門があり、奥の院裏手の墓地からは名古屋霧同士に連なる大霧西のおれ道に上がることができる。ありがとうございます。